レジンというものを聞いたことありますか？さあ今ですね、ここ数年前から UV レジンといって、お母さんたちのネイルですね、ネイルなどにも使用されていたり、またはアクセサリーなどにも使われています。この UV レジンというものなんですが、最初は液体状なのに、さあこのブラックライトですね、この紫外線ライトを当てると固まるといった不思議な、これは樹脂です。さあ本当にライトを当てたら固まるのか、じゃあ実験してみましょう。さあ使用するものはですね、これも100均などにも売っています、こういうシリコンの型ですね、樹脂パーツの型です。そして次にこれも、アクセサリーショップやまたは100均などにも売っています UV レジンというのを、レジン液というのを買ってきました。そしてもう一つが先ほども使ったブラックライトです。でこのブラックライト、3000円ぐらいのものをですね、インターネットで購入した方がいいです。するとですね、強い紫外線量があるので実験にとても適しています。さあじゃあ実験してみましょう。まずは UV レジンというのをこの型に流し込んでみましょう。流し込みます。まずはクリア、あ、やっぱり液体ですね。少しゼリー状の液体となっています。さあこれちっちゃいところに入れていきましょう。液体ですね。そしてこの UV レジンはですね、はい、いろんな色があったので、先生ですね、赤いのも買ってきました。赤色、お、これも赤色のゼリー状になってます。さあ液体状ですね。さあこの状態ではまだ液体状、ジェル状の状態です。さあここにじゃあブラックライト、紫外線ライトを当てていきましょう。だいたいですね、ものにもよるんですが、だいたい長くて5分ぐらいで、短いと数十秒で固まります。さあじゃあ当てていきましょう。見た目では固まってるかはちょっとよく分かりづらいですね。さあ後ろ側から見て、いや、さあ液体なのに、冷やしてもないのに本当に固まるのかな。よし、さあじゃあ3分ほど経ちましたので、じゃあ固まってるか調べてみましょう。まずはこのクリアのものから。あれ、さっきまで液体だったのに綺麗なクリスタルのような固体に仕上がりました。しっかり固まってます。赤も、あ、すごい、宝石のように綺麗に固まりました。さあこのですね、 UV レジンというものはまず樹脂というものでできています。で液体状の時は、分子というね、レジンをすごく細かいところまで見ると分子というのに行き着くんですが、この分子同士がですね、自由に動いている時は液体となっています。で実はですね、この UV レジンの中には紫外線、ブラックライトを当てるとこの分子同士がくっつく、結合剤というものが入っています。なのでブラックライトを当てるとこの結合剤が反応して分子同士をくっつけることで、このようにして固体にできるというわけです。さあこれですね、このように簡単に固体にして、使えることから、私たちの周りでは電子工学の部品の固めるものだったり、様々なものに利用されています。
ですごくですね、簡単に作ることができますので、皆さんこれでアクセサリー作り、または電子工作部品の結合などにぜひ利用してみてくださいね。さあ、先ほど紫外線という人間の目には見えない光の実験をしましたが、もう一つ、目には見えない光の赤外線という光を知ってますでしょうか。さあ、じゃあおさらいしてみましょう。人間の見える光は可視光線というですね、これ可視光というね、その光の中でもほんの一部分です。で、ここからですね、実は赤い光に寄っていって、この波長というのが長い場所、ここに赤外線という人間の目には見えない光があります。さあ、この赤外線一体何に利用されているのか、さあ実験してみましょう。コロナウイルスというものが世界中に広まってきて、で皆さんの体温をよく調べるような時代になってきました。そこで、一昔前までは、体温を調べるときにはこういう接触型ですね、この脇にこのようにして挟むことで体温を感知する温度計、体温計が使われていましたが、今では触らなくても温度が分かる非接触型体温計というのが様々な場所に設置されてますよね。なぜ実際にね、直接触れていないのに温度を調べることができるのか、実はここに赤外線という目には見えない光が関係していたんです。さあ、ではそれを調べてみましょう。まず使うものはこちら、はい、非接触型のこれは温度計です。でこの先生のものはですね、人体のももちろん調べることができるんですが、実際には工業用ですね、触ってはいけないもの、または触ったら怪我をしてしまうものの熱があるものをこれで調べることができます。スイッチを入れると、はい、このように赤いランプが見えるのが分かりますか。これが今赤外線という光が出ています。さあ、これを使って実際に今ここにですね、氷、そして、麦茶で、最後にお湯が入っています。温度が違うものが入ってるんですが、これを使って人間の体ではないものでも温度が測れるのか、じゃあ調べてみましょう。まずは氷から、スイッチを押すと、さあ、はい、2.7 度というのが出てきましたね。さあ、こうやって氷の温度を調べる、冷たいものも調べることができるんだね。じゃあ次に麦茶をやってみましょう。麦茶を調べてみると、はい、さあ、麦茶の温度は 11.7 度ということが分かりました。すごいね、ちゃんと氷と麦茶でも温度の違いが分かったね。じゃあ最後にお湯をやってみましょう。お湯を調べると、61度ということが分かりました。さあ、冷たいものから熱いものにかけて、この温度計で少しずつ温度が変わっていく様子がこの実験で分かったと思います。さあ、この赤いランプの赤外線感知、なぜこれで温度が調べられることができるのか、じゃあ解説していきましょう。熱を持っているものには熱放射といって、実は人間の目には見えない赤外線という光を出しています。さあ、それを表したのがこういう、このようなね、色のついたもの見たことないかな。さあ、このようにしてね、心臓に近いところが赤くなってるね。で、赤いところが熱いところで、そして青いところになるとこれは冷たい場所を表しています。このように人間の目には実際見ることはできないんですが、熱を持っているものは赤外線といって、このような
光を放出していたというわけです。でこの熱によって光を放出しているんですけど、この光を感知しているのがこの非接触型温度計というわけです。これで実はこの赤外線の光を感知して、そして温度を調べていたというわけなんですね。このおかげで現在のこのコロナウイルスの中でも、触れないで温度を調べることができます。また、人間が触ることができない、または危険なものなどを離れた場所から感知ができるというとても大きなメリットがあります。でこれだけではありません。この赤外線を実は見える生き物がいるのを皆さんご存知でしょうか。それが沖縄に住んでいるヘビのハブです。もちろんヘビハブだけじゃなくてね、ヘビは見ることができるんですけど、このヘビの顔の方にピット器官というものがあります。ヘビというのは暗闇で生活しているので、暗い中では光があまりないので、動物もそうですがヘビもしっかり生き物を見ることができません。しかしヘビが真っ暗の中でネズミとかを捕らえることができるのは、ヘビはこのピット器官で赤外線ね、熱放射を感知することができます。さあヘビがもし真夜中にネズミを見るとこのように見えているというわけですね。真っ暗で逃げてるように隠れてるようにしているネズミでも、ヘビからしたらこの熱を感知して丸見えというわけです。さあこのですね、今実際に温度の色を見てみたいという人は、この温度を感知する液晶フィルムがあります。で先生今後ろに手を置いてますが、このように置いておくと色の変化が少しずつ出てきます。出てきた、先生の温度が伝わってるねさあこのね、はい、液晶フィルム、温度のね感知するこの液晶フィルムで実際に熱放射というものの色分けを見ることができます。こうしてですね、はい、温度があるものは、赤外線という光を出しているというのを皆さん覚えててくださいね。でこの赤外線の熱放射を利用して、便利な非接触型体温計というのが発明されているというのをぜひ皆さん覚えててください。そして、博物館だったりまたは動物園などに行った時に、ヘビの鼻の穴のようなピット器官をぜひ探してみてくださいね。